たたち、いかようにしてここまでたどり着いたか。招かれざる客よ、その橋渡らば二度と帰ることはかなわぬぞ。引き返せ、引き返せ、引き返せ。これ聞いておるのか。そこから先は頂の世、いわば神の世じゃ。人の身で踏み入ってよいところではない。おい、引き返せと申しておるに。ようやく見つけたぜ。この山にこんな大層な橋があったとは知らなかった。年貢の納め時だ。今度は逃がさねえぞ、カツラ。石丸、何故そうまでして我らを。抜けたてめえには分からねえだろうが、俺たちだってギリギリなんだ。そのガキどもを見過ごすわけにはいかねえし、裏切り者のてめえも殺す以外考えられねえ。ならば致し方あるまい。なんだその情けねえなりは。侍が聞いて呆れるぜ。まあいい、くたばっちまいな。なあお姫様、何故そのようなところに。なりませぬ、お戻りくださいお姫様。ちゃ、うるせえな、何だってんだ。お、あ、いいぞいいぞ、わしに構わず続けるがよい。それにしても面白いの。お主ら人か、人じゃろ。この頂の世に踏み込んで早々に切り合いとは、全くもって野蛮極まりないぞ。ほれ、もっとやれ。お役目の日は退屈での、出番が来るまではただただ飲み続けるしかないんじゃ。しかし今日のところは抜け出した甲斐があったというものじゃろう。お姫様、そのような者どもと関わっては。おいおい、案ずるな、すぐ戻るわ。おお、いい生き物じゃねえか。おお、お主のごとき下郎にもこれがわかるか。高いぞ、この絹は高いぞ。このわし、サクナ姫の格を示すにふさわしいであろう。え、サクくせ、ガキのくせしやがって。なんじゃと。わしは大人じゃ。あまりの無礼さにすっかり酔いが冷めてしもうたわい。宴に戻って飲み直すとするか。人の子よ、ここから先は神の領域じゃ。橋が消える前にさっさと引き返すんじゃな。さもなくばその命保証せんらしいぞ。あのワッパ、なんとした旅力。宴と言ったか、後をつければ何か食い物にありつけるやもしれぬな。毎年のお役目がいただけるんじゃから、まっこと高貴な地とは楽なもんよ。そうですか。私などは今年もカムヒツキ様にお認めいただけるよう力を尽くしているつもりなのですが。残念、そら残念じゃの。血の尊さばかりは後から変えることはできぬでな。そうじゃ、我が友心はよ、わしの役を手伝わせてやるぞ。
ハムヒツキ様のお目に触れる機会が増えればお主の覚えも良くなろう。ええ、それではよろしくお願いいたします。おひい様、いい加減になされませ。その大切なお役目を果たすのはこれからですぞ。席に戻るなり、このようにまた深酒をなされては。まだまだ、たまじはうるさいな。なに、酔っ払ってもちゃんとお役目を果たせるわい。わしにかかればちちっと。あ、まずい。これ、どこに行かれるのですか。まだお話は。すまんじ、わしが間違っておった。改めて酔いを覚まし、役に備えるとする。少し席を外すぞ。おお、おひい様、ついにこの玉の心をお分かりいただけましたか。おい、お主ら。ああ、まずいまずいまずい。人の子なんぞ連れてきてはお役目どころかお咎めじゃ。なんとしてもひっ捕らえれば。逃がすか、そこに直れ。神であるこのわしを侮るでないわ。加減なからくりを作りおって、だったら文句の一つも言わせてもらわねば。わ、ここは三毛殿の蔵ではないか。あやつら、わしがカムヒツキ様に捧げる米を食らうつもりか。それだけは絶対に許さんぞ。やりおったな、一
人の子の分際でこのわしに歯向かうとはどういうことか。その身に深々と刻み込んでくれるわ。いや待て、ここには強い酒や油も。何でしょう、今の大きな音は。何やら香ばしい匂いがいたしますな。さくな姫よ。その方、あの偽善たる武士竹利備が娘として今日まで重用してきたにもかかわらず、朕が楽しみにしておった捧げ物を宣伝ごとぶっ飛ばすとは、はあ、なんたる所業ぞ。何とぞお許しを。それもこれもこやつめらが。神ともあろうものが人に席をなすりつけるでない。申し訳ござめませぬ。さて、人の子らよ、名乗れ。桂右衛門の城高森、人呼んで田右衛門にござりまする。おいらは金太だ。おめが帝ってやつか。ゆいだ。こいなとこやんだを早く消してけらい。見るってと、あい、かいまるです。神と人は二つよ、すなわち頂きの世と麓の世に分かれてあらねばならぬ定め。されどその方らが渡ってきた雨の浮き橋はすでに隠れてしもうての。次にあれがいつ現れるかは主神であるこのカムヒツキにも皆目見当がつかぬのだ。よって橋が現れるまでそこのサクナ姫と共にこたびの狼藉の始末をつけるがよい。始末と申されますと。サクナ姫よ、鬼島のことは存じておろうな。その方の父母が出会い、かの悪神大水地を討ち取りし離島じゃ。いまいましきあの地は古くより多くの鬼が救い、いまだ我が支配及んではおらぬ。その方らはこの鬼島を開きながら何故鬼が生まれいずるのかを調べてまいるのじゃ。そのようなお言葉ですが、カムヒツキ様、鬼島はあまりに遠すぎまする。片道だけで何日もかかりましょう。ん？ここから通うつもりではあるまいな。無論鬼島に住み着いて命を果たすのだ。それまではこの都を追放とする。追放でございますか。これは正式なる勅であるぞ。以上じゃ、下がれ。追放か。さあおひいさま、あちらに。いやじゃ、いやじゃ、いやだよ。都を離れたら死んでしまう。良いお年をしてダダをこねられますな。決まってしまったものは是非もありませぬ。一日も早く勅を果たし都に戻ってまいりましょう。サクナさん、心は、あんな奴らと一緒なんて嫌じゃ。ここで心はと一緒がいい。私も寂しいですわ。ジー殿、いかがいたしましょう。頼む。なんと情けない。あれが都一番の武神の血を継ぐ神のお姿か。しかしながら
良い機会なのやもしれませぬな。お姫様はこの三柱の都で何の労もなくご両親の財をただひたすらに食い散らかしてお育ちになりました。これからの厳しい生活がお姫様に多くを学ばせてくれると願いましょう。私の分もさくなさんもよろしくお願いいたします。この命に代えましても。さようなら、さくなさん。寂しいけれど少しほっとしている。どうして。おめえなあ、ここまで船こいだんはおいらとおっさんだぞ。まんずいでくったくただよ。まあまあよいではないか。してさくな様、これからいかがいたしましょう。そうじゃな、じいに聞いてみるか。じい、おいたまじ、寝ておるのか。はあ、着きましたな。ここが鬼島で間違いございません。じいはまっことじじいじゃの。聞いておったのならこれからどうすればよいか早申せ。ふん、確かこの洞穴はずっと島の中腹まで続き、抜けた先に峠があるはず。その頂にはお姫様のお母上が住まわれていた家がございます。まずはそこを目指しましょう。そうか、わかった。さあ行け、人の子らよ。あい。いや、お主はさすがに。カイマルは見る手と一緒。他の者はどうした。何故誰も動かぬ。だってこの島は鬼だらけなんだべ。なあ金太。ユイの言う通りだ。神様ってのは一晩守ってくれるから神様なんでねえかよ。くそ生意気なガキどもめ。おい、田植えもんとか申したか。その腰に履いた刀は飾り物か。かたじけない。この刀は由緒正しき技物なれど、肝心のそれがしには武芸の才が全く備わっておりませぬ。いつぞやなど七にあってすら刀がすっぽ抜けてしまい。お姫様、もうよい。わし一人で行ってやるわ。おお、それではそれがしたちは後からついていきまする。こっちじゃ。
ぜではない。カムヒツキの手のものか。いずれにせよここで無様にムクロを晒すがいい。なんじゃと。よくも高貴なるこのわしに向かって。おひいさま、そやつは。じい、邪魔をするでない。引っ込んでおれ。足蜘蛛のどこを見ておれ。見せてくれ。見えている。どこを見ておれ。それと、こっちじゃ。逃がさん。どこを見ておれ。行くぞ。どこを見ておれ。どこを見ておれ。こっちか。どこを見ておれ。そこだ。でーと。本気で行くぞ。くらえ。と。それ。どこを見ておれ。こっちじゃ。どこを見ておれ。は。は。と。じゃあ。どこを見ておれ。見えている。どこを見ておれ。皆さん遅い。こっちじゃ。行くぞ。そこだ。どこを見ておれ。見えている。どこを見ておれ。でいっ。我が術中来た。じゃあ。どこを見ておれ。どこを見ておれ。もらった。どこへ行く。まだ決着はついとらんぞ。ぐぅ、すばしっこいやつじゃ。どうやら目指す先は同じようですな。お前は何故ここが。え、一体何を申しておるんじゃ。この峠には惑いの術がかけられておりましてな。ここに峠があると知っておる者にしかたどり着くことはかなわぬのです。そしてそれを知っておったのがこのわしというわけじゃ。久しいの、足蜘蛛よ。これは驚いた。タケリビの剣霊か。先ほどは行き違いで刃を交えさせてしもうたが、
そなたと争うつもりはない。獲物を収めてくれんか。このお方は我が主タケレビ様がご息女サクナ姫様じゃ。故あって当分この島で暮らさねばならんことになった。家はまだあるか。ああ、今も我が手入れしている。知り合いじゃったのか。もっと早いわんか。聞く耳を持たれなかったではありませぬか。詳しい話は上でするとしよう。ということは先に迎えに行ってやらねば他の奴らがここにはたどり着けんのか。そこに気づかれるとは嬉しゅうございますぞ。前々から思っておったんじゃが、じいはわしをバカにしとるよな。少しばかり傷んではいるものの、思いのほか朽ちてはおりませんな。強い気だ。この家はまだまだ生きるぞ。足蜘蛛といったかな。鬼どもがはびこっておる中で、何故わしの母上の家を守ってくれておったんだ。お前の父母にはそれだけの借りがあるということだ。ご両親がこの島で戦った悪神大水地とは、こやつら足蜘蛛族にとっても脅威にございました。御父タケルビ様は足蜘蛛らに力と知恵を与え、共に戦い勝ちを収めたんです。へえ、そうじゃったか。なんだか誇らしいの。おいきなし比例な。いいですか。2つもある。ゴーヌシラ、なんでわしの家にわしより先に入ったるんじゃ。苦労をかけたようじゃな。この家使わせてくれるな。他ならぬタケリビたちの娘とあらば断る筋はない。これも何かの縁、互いに助け合って参ろう。さて、家も貸してやることじゃし、もう十分じゃろ。これからはみんな好きにやってくれ。わしはカンヌヒツキ様より賜った大役を果たすため、しばらくは英気を養うとする。好きにって言われてもな。おひい様、のんびり構えてなどはおられませぬと。ここには蔵はあれど備蓄はございません。都にいた頃のように寝て暮らそうものなら、夏を待たずに飢えてしまうことでしょう。野山で採集をするにも、鬼どもが闊歩するこの島で人に任せるは荷が重すぎます。やはりここは神であるおひい様が動かねば。わしに狩りにでも出ようと申すのか。蛇の足場をしっかりと固めてこそ大役もなされるというもの。それにここはおひい様にとってもゆかりの地。何かを始めるにこれほどふさわしいところもありますまい。せめて明日からじゃいかんのか。神様、この他で何かこさえられますか。良い考えじゃが、どこかで種は調達せねばな。稲のもみならここにありますぞ。なんと、これは都合の良い話があったものじゃ。何故そんなもの持ち歩いとるんじゃ。むしろ侍であろう。それがしは武門の生まれなれど、頭のうちは常に剣よりも荒仕事、家を捨て山賊に身を落としてからも、これだけは手放せなかったのでござりまする。はじめは阿波か比叡の方が逃げねえかよ。いや、存外稲は悪くないかもしれぬぞ。おひい様は先人タケルビ様と北条神豊花様、双方の資質を受け継いでおられる。五穀とりわけ米はそのお力に大きく関わるのだ。お米作る、魚強くなるですか。さよう。鬼どもも退けやすくなろう。稲を育てることで腹を満たし、鬼も減らせる。一挙両得の策じゃ。では決まりですな。サクナ様は狩りに、それがしたちはここで稲を育てましょう。いいえ、おいらたちも好き気か。働かざる者なんとやらんだっちゃ。ミルテ、頑張ります。えい。あ、待て、わしはまだ何も言っとらんぞ。田植えもんとやらよ。
そなたの腕、期待しておるぞ。しっかりと他を取り仕切ってくれ。お任せくだされ。Thank you.
次はどこを見ておれ。ちょーっと、えい、どこを見ておれ。こっちよ、こっちじゃ。どこを見ておれ。もらった、もらった。それ。こっちじゃ。こっちよ。それ。どこを見ておれ。どこを見ておれ。わしは疲れとるんじゃが、お侍のおじさんとこ行ってけらい。納屋の前さいるから。嫌な予感がする。わしの顔が当たるみたいな。オイラたちば植えさつきか、このあんこたれ。金太、怒るすぎる、よくないです。みんなみんな失敗ある。すまぬ。ああ、ふんけだつ。騒がしいの。一体何があったんじゃ。こいつ種もみば水さ流してしまっただ。なんじゃと。それじゃもう米はできるのか。手元に残ったのはわずか一つまみ、他はすべて。聞けば野良仕事は見よう見まねでろくろくできた試しがねんだと。まったくとんでもねえ足がらみでねが。でかいの、お主任せろと申しておらんかったか。一体どう始末をつけるつもりじゃ。恐れながら、実はそれがしには武芸だけではなく何の才もありませぬ。野良仕事も下手の横好き、いつも百姓たちの邪魔になってばかりにござりました。この島で稲作を知る者はそれがしのみとお見受けし、こたびこそはと奮起してみたのではござりまするが、面目次第はありませぬ。かくなる上は腹を切って。そういうことを申しておるのではない。やめせやめせ、死ぬならオイラたちの目が届かんとこでやれ。うん、お主の死など誰も望んでおらんわ。皆の食い物をどうするのかと聞いておるんじゃ。食い出が減るのは悪くねえかもなや。こいつ恋で食う量だけは5人前だ。まったくさもしいもんだべ。ストップミー。なぜ田植えも傷つけるんですか。田植えも優しい
ったわかった。トライの者にこう頭から叱られては立つ瀬がないわい。見る手と言ったかの。お主に免じてここは矛を収めるとしよう。今宵は皆わしが取ってきた肉でも食うて早う寝てしまえ。お主もそれでよいな。うん。おお。今度は何じゃ。見る手利用に得意です。今日は私の国の料理作ります。ざん、おいしい。おお、お主の国の料理か。どこだか知らんが、そいつは楽しみじゃの。ならば、この肉を任せるとしよう。しっかりやってくれ。オッケー。見るって、頑張ります。いただきます。まずい。うまくね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさんでござりした。さくな様、残った種もみから無事芽が出てござりまする。次はいよいよ田植えですが。田植えなら任せられるのか。いつぞやは張り切りすぎて苗をつぶし、後ろ足であぜを崩してしまい。めちゃくちゃではないか。そこまでいくと下手とかそういう類の話ではないぞ。おい、トマジ、何を見ておる。まさかこれ以上わしに働けと申すのではあるまいな。考えてもみよ、奉納する稲を北条氏自ら作ってはおかしいではないか。いえいえ、何一つおかしなことなどございません。我が国の北条氏とは元来そうしたもの。お母上の豊花様はもちろん、主神カムヒツキ様ですら毎年の田植えはしておいでなのですぞ。なんということじゃ。一番偉いカムヒツキ様までもが働いておられるようでは困る。ですがこうなっては人の子らには任せられぬでしょ。他には女子供たちばかりなのですから。なーに、きっとうまくいきますとも。おひい様は他ならぬ豊花様の血を引いておられるのです。知識だけは自信がございまする。それがしがお教えいたしましょう。昨日の今日で偉そうにするでないわ。買ってみるかな。間を置いて植えたぞ。いえ、ほうほう、はい。
曲げた、おい、